んだこら。おいお前、また約束破ったよな。すっとぼけんじゃねえよ、すっとぼけんじゃ。てめえのその贅肉についてだよ。お前3日前また夜中にラーメン食って汁飲み干したろ。そんなことじゃねえよ、そんなことじゃ。てめえアラサーのありには老けてっから汁飲み干すのやめろってあんだけ言ったよな。フェイスブックにドヤ顔であげてただろうが。あと一昨日の夕飯、お前何食った？何人前？尿酸値は？アホかお前。で、お前昨日何食った？お前ジエンドだろ。30過ぎておかずも入れずにマヨネーズ丼って。じゃあなんで一昨日ウニイクラ丼食ったんだよ。しかも3人前。ふざけんな。財布に金入ってたらすっからかんになるまで飯食うってどんな神経してんだよ。しかもラーメン、プリン、タイ、マヨネーズ、どんだけ無敵なんだよおめえの食生活。北町カンタかてめえは。区域列車の主人公のことだよこのカス。つまりモテねえポンコツってことだよ。ウグイス谷にでも通ってろこのタコ。うるせえ！黙れ！シャラップ！このポンコツボーキャロー！だいたいおめえなんで30過ぎて食生活のみならずそんな何もかもが無敵なんだよ。貯金は？小学生か。愛読書は？最後に運動したのは？酒は？アホかお前。30過ぎて休館日なしってどんだけ無敵なんだよ。身のもんたかおめえは。黙れ。リハクかよ。てかリハクは飲み過ぎで川で溺れて死んだだろこのタコ。うるせえ、口答えすんじゃねえ。おめえみたいなアラサー無敵野郎は絶対後で後悔すんに決まってんだよ。私はお前を後悔させたくないんだよ。私はお前を長生きさせていつまでも一緒にいたいんだよ。私の中じゃお前どんな男でも叶わないんだよ。これからは毎日食べたものをフェイスブックにちゃんとあげろよな。私がチェックしてあげるから。じゃあ今日だけ特別にラーメン二郎にでも行こう。レッツマシマシにゃっ。以上、30過ぎなのにラーメンの汁を飲み干す男に怒る美女でした。でも深夜のラーメン美味しいんだよな。え、私と2人でラーメン食べに行きたい？10キロ痩せたら考えてあげる。来週は立ち位置を勘違いして先輩をディスる男です。グッドナイト。